ベルフリードリヒビルヘルム・オーガスト・フロベル。1782年4月21日から1852年6月21日は、ドイツの教育学者、幼児教育の祖、ヨハン・ファイン・リヒペスタロッチに啓発され、彼の初等教育のやり方をより小さい子供たちの教育に当てはめて、幼児の心の中にある申請を、どのようにして伸長していけるか、ということに不信。 小学校修学前の子供たちのための教育に一生を捧げた。フレイベルは、チューリン元州、ザールフェルトイコールルドルシュタット軍のオーベルバイスバッハ、という村の経験派の牧師の息子として生まれた。五人の啓子のいる末子である。しかし、生後九ヶ月で母を亡くし、孤独な幼少年期を過ごす。四歳でママ母を持つことになったが、新しい母の実子が生まれるに至り、 疎まれるようになる。自然と宗教的な上層教育が唯一彼の糧となる。10歳の時、実母の兄ホフマンが彼の家を訪問し、実情を察知し、フレーベルをその年の暮れ、自らの元に引き取ってくれ、以後4年の間、そこで暮らす。おじも聖職者であったが、穏やかで彼を温かく授容し、この地の学校ではフレーベルは多くの学友に恵まれた。 ここでの生活は、1796年、彼の献身霊をもって終わる。14歳で彼は進学するだけの経済力がなかったため、ヒルシェンベルクの林務官、ビッツの下で2年間働きながら学ぶ。その後、1799年10月、哲学科の学生として、イエーナ大学に入る。フリードリ・ヒホンシラーが歴史を、 フリードリッシェリングが哲学を教えていた当時である。だが、学費が続かず、1801年には退学。翌1802年には、父が死去する。以後、バンベルクの山林局で、初期、測量士の助手、貴族の農場での会計など職を転々とし、1805年アントン・グルーナーの紹介で、フランクフルト・アムマインの模範学校の教師になる。 この時彼は23歳であった。学校教師になった後、1805年8月、イベルドンにペスタロッチを訪ね、彼の実践と思想に強く影響を受け、1808年から2年間、ペスタロッチの下に滞在。1811年ゲッティンゲン大学に入学、翌年ベルリンに転じる。八百十三から十四年、ドイツ解放戦争には、義勇軍の一兵士として、 参加、従軍中に、生涯の協力者、ビルヘルム・ミッテデンドルフとハインリヒン・エタールを得る。1816年、チューリンゲンのグリースハイムに学校を開き、翌年、この学校は、カイルハウに移され、一般ドイツ教育者と解消される。1826年には主張、人の教育を観光する。彼はまずロマン主義の立場から、子供の本質を神的なものとして捉え、 この児童館に基づいて、受動的、追随的な教育を主張した。園庭が、植物の本性に従って、水や肥料をやり、日照や温度を排除し、また剪定するように、教育者も子供の本質に追随的に、その無傷の展開を保護し、助成するように働きかけなければならないとされ、そこから彼のキンダーガートン、幼稚園、子供たちの庭という名称が生まれた。 また、彼は、人間の発達の連続性を主張し、この立場から、子供の共感的理解と、それに基づく教育を擁護し、はや教育に反対した。神を、普段の創造者として捉えた。彼は、心的本質を有する子供は、不断に創造すべき、ものと考えた。この立場から、彼は幼稚園の教育内容は、遊びや作業を中心にすべきものと考え、 そのために遊具を考案し、花壇や菜園や果樹園からなる庭を幼稚園に必ず設置すべきであると主張した。1837年、世界初の幼稚園として一般ドイツ幼稚園が開設されるとともに、幼稚園の教員養成も積極的に行った。これを皮切りに、プロイセン全土に幼稚園が拡大していった。しかし、 フレーベルがルター派のプロテスタントであることを警戒したプロイセン政府は幼稚園は子供を無心論に導き、フレーベルは子供に社会主義を吹き込むとして禁止命令を出した。これには彼の老いのユリウス・フレーベルが1848年の革命に深く関与していたこともある。そのため、フレーベルの晩年は必ずしも良いものではなかった。ニーダーザク選週のマリエンタールで死去。 幼児教育のための最初の学校の創設では、ロバート応援に数年の遅れを取ったが、幼稚園、キンダーガートンという言葉は彼の造語で、その功績に感謝して、世界の多くの国々で、幼児教育のための学校は、キンダーガートン、キンダーガーデンと呼ばれている。日本語の幼稚園もそれを翻訳したもの。幼稚園では、お遊戯、お絵描き、 生活体験などが重視され、園庭と果断があるというのは、彼のコンセプトから生まれたものである。また、教育のための玩具として、音物、音物、ドイツ語イコールスピールガービー、英語イコールフリューブルギフツを開発したことでも知られる。これは、玉や立方体などの数学的な原理の学習や、生活の周囲にあるものをそれで表現したりして遊ぶ、もので、 教育玩具の始まりをなすものと言ってもいい。国内のいくつかの幼稚園では、これを幼児教育に積極的に活用しているところがある。アメリカの著名な建築家、フランク・ロイド・ライトは、自分の建築がこの音物の影響を受けたものだとっているし、またバウハウスの発想や、その教育にも影響を及ぼした。著書に、フレーベル事典：人の教育、 幼稚園教育学、母の歌と愛部の歌などがある。フレーベルの没後に編纂された、フレーベル教育学著作前週、1862年から1863年が、フレーベル前週として、玉川大学出版部から前後間で刊行されている。ドイツ本国においても著名な、日本人研究者としては、正治雅子、小笠原道夫が挙げられる。フレーベルの研究は、 日本の幼稚園、保育所教育に大きな影響を与えてきた。なお、アンパンマンで有名な出版社、フレイベル館は彼の名前に由来したものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。